これ時間はこれ一緒ですよね、全部。あ、この1分によって違うんですか。ずれないと思う。10秒ぐらい。あーはーはー、また停止してください。停止、停止。あ、できますね。あ、よくですか。ありがとうございます。あ、いいですよ、いいですよ。その表示しといてください。これが店内17時。うん、いいですよ。はい、その、うん、OK です。それ消してください、そこを。その下のパーを。その下の、はい。17時30分、43秒。45秒ぐらいね、45秒。OK です。OK です。もういいですよ。はい、OK です。あ、なるほど。これですね。45秒ね。あ、ここの出口、なんていう出口かわかります。西側の方の出口。そのカメラの名称ってあるんですか。いや、カメラの名称は出入り口の名称はあるんですね。西側出入り口、西側出入り口、西側出入り口、こっちの防犯カメラ。で、これは何ですか。これ、このカメラ、これは、これは、VTR のこっちが2で、こっちが5なんですけど、なんていうカウンターなんですか。カウンターの名前、ここ、ここ、ここは2番カウンター。2番カウンター、はい、それだけですか。お支払い、何とかとか、そういうのはないですか。2番カウンターだけでいいですか。だけでない。2番カウンターで、そっちの防犯カメラ39号レジの番号。あ、39号レジですね。そこで発信している。はい、了解です。で、今の時間出してもらっていいですか。今の時間、時差ちょっと見たい。ちょっと待って、これ違うね、機械に。ちょっとここはいいですね。あ、それもいいです。はい、もう今ので、はい、今ですね。22分45秒。だから、そうだよ。時差はね、6秒遅れ。6秒遅れで表示されてる。遅いよ、こっちの方が。で、上のやつも実際見えますよ。はい、消してください。これ実際そうなんですね。そうなんですけど、一緒じゃないですか。10で12秒遅れ。12秒遅れ。さっきのより何秒遅れって6秒遅れ、ね、で、上のやつは12秒遅れで出されて、入り口だけ12秒遅れですね。それぐらいかな。あとは同時にはちょっと今してないので、この作業の時間もあると思うので、多分時間全部同じじゃないかなと思います。 今そこに表示されているのがこの、そうです、この言えばいいですよね、はい、で、上のを見たんです。はい、はい、多分50秒やのに今45秒じゃないですか。5秒遅れてる。あ、そういう意味ですね、はい、で、あとこんだけかな。その被害届を取って、これいただけるんですかね、この写真は。提出、こちら、証拠、はい、大丈夫ですか。あ、わかりました。証拠ということで、はい、こちらの方の協力を、はいはい、あと最後にその人定関係をちょっとお聞きして、それだけで。前聞かせてもらいました。はい、うん、あ、もうで行きましょうか。はい、交番に。あ、そうですか。あ、